今年もお年玉をあげる季節ぷいねー、に対する視聴者の反応集。今年もお年玉をポチ袋に入れる作業が始まるぷい。途中で発狂しなければいつか終わるぷい。あんたインタビューでたとえ走ることでも単純作業を繰り返すのは嫌いって言われとったやんけ。二袋くらい入れ終わったところで、ちょっと走ってくるぷい、ちょっとではない、になりそう。最近の子はぷいぷい払いが主流かもしれない。サンデーはミントキャンディーばらまいて済ませそうだというのに律儀だな。父親はさらに多いからセーフ。息子たちで独立させねえと終わらないからな親父は。SS パパは、お年玉？それくらい自分の足で稼げ、っていうスタンスもありうる。孫どもも含めると、ああ気が遠くなりそうだぜ。お堂は、ありまかった下賞を負けしてもいいか。ジャスは、ドバイ買ってるし少なくていいか。この分だとリスグラシューが一番もらってそう。F は、エピアローとクリス S さんが何とかしてくれるだろうが、とりあえずあげとくか。渡す人数が多すぎてお年玉配布会場とか用意しないといけないレベルなのでは。よく考えたらキズナラはもうシュボバとして自立しているから渡さなくていいぷい。渡すのはロダンくんら現役世代だけでいいぷい。オーギュストロダン。パパ、お年玉は日本円ではなくユーロか A ポンドでお願いします。手渡し希望したらわざわざ銀行で両替してくるのいいお父さんすぎる。プイとレースをしてゴールした順番でお年玉の値を変えるプイ。もしかしてお年玉の原資が入場料とか感染料とかになってない？カナロアさんちは今年1000万ドル荒稼ぎした息子いるけどそれはそれとして普通に渡してそう。カレンちゃんを連れてきたやつにお年玉をあげる。アイちゃんによしよしされてるパンくんみてぇな。長女枠愛ちゃんは親父が萌えにばっかり甘い世界線だと自腹切ってお年玉あげてそうな感じ。捨て子一家はなんかみんな財布から直接手渡ししそう。そんで額が少ないって始まって惨劇が起こるイメージ。アフゴのお年玉。2個落としたくらい何よ、ゴールデン 6T は60個なくなったのよ。捨て子、宿敵、ゴドルフィンにあるお年玉はない。孫たちひ孫たちへ、明けましておめでとうございます。お忙しいところとは思いますが、新年のご挨拶に来ていただけると嬉しいです。詐称ながらお年玉も用意しています。できればお年賀にタンポポをご持参ください。グラスワンダー。モーリス、今の季節にタンポポあるかな？オーストラリアで探そう。ジャック君は大阪杯を買ったので少し奮発しましょう。華麗なる一族冒頭の正月の集まりみたいな雰囲気でやたらでかいホテルで、課長の真面目なお話を全員真面目に聞くのがディープ家の元旦恒例行事。でもみんな仲良しだしお年玉ではしゃぐやつもいる。お父さん、お年玉ちょうだい。22億稼いでるんだからお年玉は必要ないでしょ。まあ来年からはあげる側になるもんね、クレアも。馬房の向かい側から、嫌ですー。お父さん向かい側にいるんだよな。北さんならお年玉くれそうではある。それはそうとじいちゃんからもらいなさいって言いそうでもある。くれないのー？お前一つ年上だろ。何回息子を語れば気が済むんですか。ボニタンにお年玉あげたいけど北さんの先輩でしょ。いくい、お前からもちょっとぐらいもらってもいいだろう。ジャージを、後でキムテツにお年玉をねだりしに行こう。光になりながら育児をにお年玉をあげられるなんて、って言ってそう。いただきに参りました。息子の友達が遊びに来てくれるなんてお父さん感動しちゃった。せっかくだしご飯も食べてくかい？おせち目当てで来たなこいつ。北さん一家のおせち豪華そうだな。多分伊勢海老がドーン、と鎮座してるやつ。こんな北さんブラック家のやりとりを微笑ましく見守るブラック帯同じいちゃん。